カール・フリードリ・ヒダイカーはドイツの画家である動物画や狩料の情景を描いた。ヘッセン州のベッツラーで画家・美術教師のクリスティアン・フリードリ・ヒダイカーの息子に生まれた。兄に動物画を得意とし、ブラウンフェルスで宮廷画家を務めたヨハネス・ダイカーがいる。ハーナーの美術学校で学んだ後、1852年からカール・スルーへの美術学校で、 風景画家のヨハン・ビルヘルム・シルマーに学び、兄のヨハネス・ダイカーからも指導を受けた。兄と同じように、動物画や、狩猟の情景を描くのを専門とした。1864年から亡くなるまで、デュッセルドルフで活動した。狩猟の情景や、野生動物を描き、多くの書籍の挿絵を描いた。弟子に、イギリスの動物画家、クリムジェンダーやスウェーデンの動物画家、 ブルーのリリエ・フォッシュ、ドイツのフリッツ・シュルマン、フリッツ・シャーマンがいる。ありがとうございます。